カードです。じゃん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 、はいはい、チョルトです。金ピッタマタマおいなり、ロト1100カメシのドマコメコです。シクマユです。今回ね、何の企画かと言いますと、タイトルを言えばギャルルドッキリと、女の子とか男の人と繋がれるっていう出会い系のアプリがあるんですけど、それを使いまして、もう2時間待たされてるんですね、僕らは。今日撮影してる。うん、そやね。やのに、あのランランっていうね、バカ誰がね、まあ、あと15分で着きますが1時間ぐらい待ってるんですよ。反抗期ね。だいぶ反抗してる今日。だからちょっとお仕置きしようか。ギャルルって近くにおらへんかったら反応せえへん。だから一旦1回かけたってくれ。家おったら多分取るもんな。1回出ますけどね、じゃあ。もう着くやろ、さすがに。どこ？あ、今もうちょっとで着きますね。どこ、どっから？2分ぐらい。2時間着くけど。あ、すいません。もう着く？どこ？あ、今あれですね、ちょっと心斎橋がいいですね。心斎橋ね。はい、分かった。はい、はい、すいません。はい、失礼します。はい、まあ、ほんで、まあ、こっからが重要なんやけどさ、あいつ巨乳好きや。ほんでもうプロフィールをおっぱいだけにしてんね、まず。なるほど。もう作ってるんですね。そうそうそう。このね、もうおるな、左上におるな、これやね、みんな見て。この左上のやろ、おっぱいやろやろ。これをもうプロフィールにして、まあ、名前もさ、ちょっとやれそうな、俺の経験上、やれるランキング1位ぐらいの名前にしていいけど、あ、いや、まあ、桜子。え、ちょっと聞いて。ダメ。桜子よよよ。そういうなんかよとかもう見えひんと思うね。おそらくもうおっぱいに集中してる。なるほど。早速やっていこう。やろう。やりましょうか。もうついついてもな話しながら。さあ、行きますね、皆さん。開いてみてや。行きますよ、一回開きますよ。はい、行った。アイドル。さすがかっこいいですね。名前。ああ。ああ。めっちゃかっこいいですね。行こうか。はい、送りましたよ。送りました。時間かかるな。まだやろ、来た。誰や、こいつみたいな。お、来た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 。え、やっぱり毎日思ってるよ。お姉様もおっぱいかっこいいね。どういうことやどういうことや。なんでお姉のがお姉やお顔みたいになってる。古い古い、それ。改めて思うけど、こいつ能力低いな。毎日思ってるよって、もうなんか意味わからへんもん。おっぱいかっこいいって。おっぱいかっこいいやな、こいつ。ありがとうね、にしとこうか。やっぱありがとうね。し、あぜな。ここで入れていく。ありがとう。点いるよ。ありがとう。お、来た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 。早い、こいつ。もうどっか座っとる、絶対。言い方エッチやな。今は歩いてるよ。なんでな。走れ。走れ走れ。走っとけ。そうや。ちょっとこいつも狙ってんな。なんで。なんで。めっちゃ乗り気やないですか。今からお風呂入ろうか悩んでるんでしょうか。ああ、だからね。風呂上がってからって誘いにくいやん。そうですね、やっぱ。仕事何してるので今か。ああ。仕事聞こうか。やつの方が。それを予想。年齢設定は、南陽のってなんか来てた。え？お風呂前に。ほんまや。お風呂前に来てたって。来てる。南陽のって。アホやな、こいつ。南陽のってもう。南陽のって分かるやん、近くに。まあまあまあ。アホやな、なんか聞き方が。からゴリゴリすぎひん。どういうこと？誘ってる？もしかしてだけど入れてきた。おお、小ネタ。もしかしてだけど。ちょっと見て見て。仕事は見てもらったら分かるけど、美容師してる。美容師だろ。ちょっとええやつ出してきて。うわ。見て分かるんですかね、これ。今どこにいるんですか。あ、もう分かる。もう着くんちゃう。電話しましょう。やろう。ええー、そうな。後で会わへん。携帯でこうチェック。